こんにちは。今日は、大阪のリボルトカスタムサイクルさんにお邪魔しております。代表のマサさんです。よろしくお願いします。マサさん、綺麗な店舗ですね。ここいつですか？ここが9月、去年の9月かな、新店舗としては。マスさん、リボルトはいつからですか？リボルトは今年で10年目。10年？もう10年ですか？もう10年だよ。早っ。いや、感覚的には7年ぐらいの感覚なんだけどさ。同じぐらいじゃないですか。7年も10年も。俺3年目ぐらいかと思ってました。いや、10年なんですね。だなあ。で、10年目の区切りぐらいで綺麗にしたって感じですか？1回。そうだね。もうほんとまあ予定通りっていうか、計画通りなんですね。マスさんって何歳ですか？今45。45歳。なんでバイク屋さんになろうとしたんですか？バイク屋さんになろうとした、バイク屋っていうか、そのハーレーの世界に行きたいっていうのがね、バイク屋になりたいじゃなくてハーレーの世界に行きたいっていうのが、ハーレーに出会ったのが10代で出会って、普通にはないこの世界だよね。もうバイカーって言われる世界、アメリカのカルチャーっていうものにやっぱ惹かれてしまって、ハーレーに魅了されて、でバイク屋になりたいっていう。マスさんはずっと大阪ですか？もともとは、四国の愛媛。愛媛から高校出て大阪来て、だね。愛媛の高校ですか？愛媛の高校。刑務所みたいな。ちゃんとした。ちゃんとした系。工業高校。工業高校。ちゃんとした高校。ちゃんとした。なんか番号で呼ばれるような。じゃないですね。ちゃんとしてる。そこであれですか、ずっとサッカーやってて。そうそう、高校はサッカーだよね。でその時に同時にアメリカこう見てたんですか？いや、見てるわけじゃないけど、サッカーな、スポーツ、サッカー好きでサッカーずっとやってるけど、特にアメリカのカルチャーなんか意識してないねんけど、部屋にはハーレーのポスターが。あれですか、マルボロマンとかそれ系ですか？その世代やったけど、ポスターはあの時でさ、カスタムグルーっていうショップさんがあったんだけど、それのロングホープのショッパーなんだよ。でそれが年に1回正月とかでのカレンダーを毎年なんかこうサッカーのポスターがある中でチョッパーのポスターもなぜかあったんですね。なぜかって、だからいまだに俺何を思って買ってたんやろうっていうのはあの時分からへんかったけど。それじゃあ同時ぐらいなんですね、サッカーも。サッカーがもう 100% なわけやから、それプラス何か自分で多分居心地のいいものっていうかを求めとって、そこがあったんちゃうかな。リボルトはどういう意味なんですか？リボルトっていう意味自体はもう反骨精神っていう意味があるんだけど、それをメインというか反骨精神、チョッパーの。そうやね。だからチョッパーのというか自分の生き方がそういうことやったから、別に歯向かってきたわけじゃなくて、何かに対して反骨精神持ってるから頑張れたとかっていう思いがあって、それをもう屋号にしたっていう。反骨精神があるやつじゃないと店に来れないっていうわけではないじゃない。一般のお客さんもちゃんと受け入れてもちろん。でもそういうなんか今パッと見た感じ、やっぱ古いエンジンだったりとか、チョッパーばっかりのイメージなんですけど、営業内容というかそういうのっていうのはなんか、扱ってる車種はハーレーのみで、で今はキャブ車まで、インジェクションは今やらないようにしてて。圧倒的にもうキャブ車のお客さんがもう多くなってるから、そういう風にしてますね。一元さんじゃないですけど、こう、ちょっとリボルトに行ってみたいなって思う人がいて、来たら急にぶん殴られるとかそういうことはないですよね。もちろんうちの店が場所的にその大通りとかじゃないから、来てくれる人っていうのはやっぱり探して来てくれてる、やっぱそこに対してはやっぱありがたいっていう気持ちがあるから、来てくれた人はちゃんと向き合って。普通に笑顔で。マスさん笑ってくれるんですね。話してます。あれなんですね、そのチョッパーに限定してるわけではないんじゃないね。ちゃんとボバー、ノーマル、本当ハーレーでやったらっていう感じで、業務内容としてね、カスタムが取り上げられるけど、はい、その裏ではやっぱ整備っていうのがあっての話やから、はい、ちょっと修理からちょっとカスタムからっていうふうに当たり前にやってるね。まさかこのさっきからあるバイク、うん、これはどういう一番最初でしたっけこのバイク。そうリポートをやり始めて、まあ、店やりだして初めてじゃないけど、はい、好きにやらせてもらったのとして初めてのバイクやって、コンセプト的なものだったりとか。そうだね、このバイクのオーナーさんとは昔からの知り合いやって、で自分が修行してる間もう壊れたパンヘッド持ってて、それをどこにも出すこともなく待ってくれてる、うん、で帰ってきたら俺にやらす、はいはい、あいつが帰ってくるまでは修理しないと。で、ね、帰ってきて店やって俺のバイクをお前の好きなようにやってくれと、どんなバイクでもお前が作るバイクやったら俺は乗るからとっていうオーダーでやりたいようにやれと。だから自分の中でこのやりたかったことっていう、はい、やりたいことはこうねいくつもこうあるけど、それを全部出したらおかしなバイクになるから、その中でもやっぱ特化してこれとこれ2つ3つを入れて自分の理想系のバイクを作ろうとっていうのでこれができたんだけどね。これをどこ持ってったんでしょうね。海外はアメリカだね。アメリカのイージーライダーズバイクショーっていうのにやっぱ憧れがあって、長い期間それだけイージーライダースっていうものを見てたから、あのショーっていうのはだからイージーライダースバイクショーツアーって言われるぐらいだから、ワンデーツーデーで終わるもんじゃないんだよね。どんぐらいなんですか。1ヶ月間5つの週で、はい、あの予選があって、はい、最後1ヶ月後にファイナルステージがあって、そこで初めてのイージーライダース年間チャンピオンっていうのが決まると。なかなかそういうのってないやん、はい、だから予選があって、そこで僕が出たのがカリフォルニアチャンピオンのカスタムショーやって、はい、カリフォルニアチャンピオンになって初めてファイナルのオハイオ州に行けると。あそうだ、そういうのが日本にはないし、はい、海外でもそういうのもないし、イージーライダーショーツアーだけはそういう仕組みがあって、だから例えばそこ出してカリフォルニアでアワード取れないってなったとしても、まだチャレンジしようと、取れないで当たり前でしょ、それだけのことなんだからってやっぱ思いあったし、でもやっぱ出すんだったら自分がそう思ってるどこに出すべきじゃないかっていうのがあって、そこに向けて出したんだけどね。そういう頭もあって作ってたっていうのもあるんですか。ある、うん、やっぱりオーナーさんとも言って完成したら海外に持っていくと。うん、だから海外に持っていくイージーライダースに出すっていう思いでやっぱやってたから。でそこでカリフォルニア勝ってというか選ばれて優勝して、はい、でカリフォルニアが一番最初だったから、そこから1ヶ月間待って、はい、で1ヶ月後オハイオに移動して、でオハイオで2日間そのイベントがあって、でそこでファイナルで優勝できて。ほうでイージーライダース2017年かな、年間チャンピオンっていうので全米チャンピオン何になるんですか。全米いや正味私みたいにね、俺みたいにアジアからも来てる、ドイツからも来てる、イタリアからも来てる。やっぱその時はもうインスタとかね盛んやから、インスタで見てた人とかね、当然つながってる人とかがいたから、すごい楽しくて影響もすごい来てよかったなっていうのが。あったけどね、2017年のチャンピオンってことの年間チャンピオンとして、やっぱそれがねイージーライダースマガジンがもちろんあって、イージーライダースマガジンの1年間裏表紙がこのバイクがずっと掲載されるっていう副賞もついて、すげえ。だからそういうのもねやっぱ規模が違うなっていう、うん、それイージーライダースのそのチャンピオンになったじゃないですか。うん、それ以外のその外国の勝負みたいのってなんか出したんですか。出したね。であとはもう自分が2つぐらい他ヒッピーキラーっていうのを出したりとか、はい、まあホットロッドショーっていうのが向こうであって、でそれも出して、半年後かな、はい、にデンバーズっていうね、もともとすげえ好きなビルダーさんがいて、はい、でそのデンバーズのお店が50周年になって、でその50周年の記念としてカスタムショーをすると、はい、が8月のスタージスの期間で50周年カスタムショーをやるっていう話があって、もうそれだけやっぱ憧れた人間であって、それだけ彼の作品を見てきたわけやから、もうこんな機会はない、もう50周一生1回のカスタムショーやから、でそれに参加すると。で実際そこに、まあ、自分もねライドインして、はい、みんなライドインバイクで走って、はい、何台ぐらいあったのかな、100台ぐらい、もうロングウォークからいろんなチョッパーがこう集まって。また違うイージーライズはちょっと違う空気感がものすごいあって、でそこで2日間あって、でその時3つのアワードをいただいて、結局それでチャンピオンっていうもらって、これは本当嬉しかったよね。やっぱデンバーズ今モンドがやってて、でモンドからもやっぱそう声かけてもらって、モンドが選んでくれて。やっぱりアメリカに来てよかったっていう、憧れてたアメリカに行って、というかまあね、そういうなんやろ、生き方っていうか、考える暇あったら行動しろっていう思いでずっといるからそれがねいい方向へ出ればええけど、あかん時もあるけど、そうやけどそんな考えへんから、もう思ってよかれと思ったら行くと行った結果、そうやってやっぱ行かへんかったらそういうもんなかったし。だから行ってよかったなと。まさに今やってるなっていう感じがするナックルがあるんですけどこれはどういう感じで行くんですか？いや、このナックルは初チョッパーのオーナーさんがお任せで依頼くれてる車両で、ナックルベースでっていうのでね、やっぱ貴重なナックル使って1台お任せでっていうので、オーナーさんの期待にやっぱ応えれるっていうかね、期待以上なものをやっぱ作らなあかんっていう、なんだろう、今までやってきた作品がこう、はい、車両がこうあって、オーナーさんもそれを見てるから、やっぱよりなんかこうやってなかったこととか、新しいギミックこれを出していこうとか。はい、でオーナーさんのことを考えて、じゃあこの車両はこういう風にしようとかっていう観点でね、ちょっと力入れてやってるんだけど、期待通りじゃあ満足できないですね。うん、やっぱねできた時にオーナーさんが想像してるものじゃ意味がないから、嘘でしょとか、こうなるとは思わへんかったって、だからいい意味で本当にそうならな、決してマイナスの方にはならないようにしなければならないのがビルダーやから、まあ、そこ考えながらやってるよね。オーナーさんが想像できるものをやっぱじゃダメだと。こういうの作る時ってマスさんって完成形って思い浮かぶもんですか？思い浮かんでそこに寄せていくタイプというか。行き当たりばったりじゃないですけど、その時思いついたものっていうよりは形を想像してから作り始めてっていう、完成形の頭はもうできるから、1台に関してで、だからこそフレーム作る時も、はい、この角度この角度、骨格がまずそうで決まってないとダメだから、でそこにやっぱ狂いは生じないから、それプラスやりながらこのギミックを入れるっていうのは最初から入れてるから、考えてるからやりながら、そこでやっぱりそれをやろうとしてたけど、さらにそれよりこうの方がいいんじゃないかっていうアイデアは出てくるから、それは落とし込むけど、こう言ったらなんですけど、まあ、1年後なり2年後なり3年後っていうか、まあ、5年後10年後でもあれなんですけど、こうリボルトとしてこう展望じゃないですけど、目標だったり夢だったりとかもしあれば、まあ、やり続けることが何よりも大事なわけで、やり続けるためにはお客さんに出会わなければならないし、やり続けるためには依頼をもらわなあかんし、そのためにはいいものを作らなければダメで、ハーレーチョッパーだからこれでいいだろうとか、このぐらいでいいだろうっていうのはやっぱ間違いだから、チョッパーだからこそ間違いがあっちゃあかんし、やっぱりモーターサイクルとしての根本のもの、それプラスチョッパーだから、だからそこにチョッパーを作り続ける、まあ、それがボバーであったりいろんなもんそうだけど、カスタムビルドをやり続けることっていうのはまあ一番の言ったらベタな話かもしれへんけど目標だよね。それができなくなることだってもういろんな条件があってあるわけで、それプラスやっぱ僕の場合は作ったものもまあやっぱ何歳になってもやっぱりそういう場に出していろんな人に見てもらう、やっぱそれをし続けるっていうのがやっぱ自分の生きてきた人生がそうやったから、それはやり続けるけどね。マスさんはカスタムショーってどういう目線というか立ち位置というか、この目標じゃないですけど、なんていうんですかね、なんでカスタムショーに出す？カスタムショーはね、やっぱ人に見てもらいたいとかじゃなくて、やっぱりなんていうのかな、カスタムショー自体やっぱりこの日本で例えば出すってなって人の見て人の、当然自分らも若い時もそうだし、人のも作品を見て勉強する、いいものを取り入れてとか、だからこの業界が日本のレベルがすごい上がってきたわけで、90年代からの今ってやっぱすごいことやから、でそれをやっぱり年取るから重ねるからこう出さないじゃなくて、出し続けてそれをいろんな人に、ビルダーに見てもらう、お客さんに見てもらうことも当然だけど、ビルダーの人同士で見合って、やっぱ自分もなんかカスタムショーで「うわこのやり方素晴らしいね」うわ考えた時なかった」とかめっちゃあるから、でそれをどうやって自分のアレンジしてまんましても面白くない、ビルダーとしてはあかんし、だからそれをどう落とし込んでいこうかとか、あちょっとしたことだけど見えへん箇所とか、こういうとこでもこういうやり方するかとか。やっぱそれを見れる場っていうのがカスタムショーで、ビルダー同士、ビルダーの人の自分を含めてこうレベルがアップする、それが日本のカスタムのもそうやって上がってきたわけだから、でそういう人たちがまた世界の大きなカスタムショー出ていろんなワー取ってとかってなったら、日本全体がやっぱ良かったねってなるから、いやこんなん面倒くさくてでけへんわとかっていうものって作らなあかんのかなっていう思いは、当然自分が歴史の中でいろんなもの見てきてるだけに、発想しても何かしらのベースは絶対あるはずやねん。でもそれをいかに形にしてそれを残すか、残してもこの部品これ最高やねって言っても、どうやってこれやるのに何十時間かけんねんっていうものをやっぱ残さなあかんかなって。すごい結構やっぱいるよ、でもそういう人たちやばい人たち、やっぱ本当に日本人の人は多いんちゃうかな、変態的な作り込んで一つのものに何十時間かけてるっていう、やっぱ想像できるから、もうそこで諦める人と、俺もできるって思いました、いや怖いですね、日本人の集中力だよね、危ないですね今日はお忙しい中ありがとうございました。はい、はい、お疲れ様です。いい大変ためになる話を聞かせていただいて、ありがとうございました。はい、またこれ完成したら、はい、ぜひまた、はい、ぜひ来てもいいですか？うん、お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はありがとうございました。